大谷ってどれだけすごいの？イチローくらい？レブロンぐらい？野球がそもそも狭い界隈だしな。前の次くらいに野球うまいよ。クリロナくらい。前がマンチェスターユナイテッドに入団できるくらい。野球界ではレジェンドやが、スポーツ界全体ではメッシュ、ロナウド、ボルト、ジョーダンとかレジェンドたちの足元にも及ばんやろ。ワイサッカーしかわからんからサッカーで教えてほしい。クリロナとかメッシュレベル？野球ってバロンドールみたいなやつないんか？大谷ってそれ何回取ってんの？大谷は今年おそらく3度目の MVP や。弱者男性4万人と比較してもなお大谷の方が価値がある。あと1本塁打1盗塁で歴代記録1位やぞ。アジアンが白人様の界隈で勝ちまくってるだけでもすごすぎる。バブやろ。とにかく投手復活が鍵、投手トップクラスで復活打者として MVP 争いのトップ3以内にいる。日本のアスリート史上1位が大谷として、2位は誰かな？室伏かな。本当にすごすぎるよ。特にパワーの領域でアジア人が白人黒人のフィジカルエリートを凌駕するなんて想像もできなかった。ご視聴ありがとうございました。